はいどうも、コミです。さて本日はですね、こちら TH コンプリターさんにお邪魔してるんですけども、これですね、ちょっと訳がございまして、これからね、定期的に TH コンプリターさんのアタックを私のチャンネルで、紹介させていただきたいなというふうに思います。というのは、冒頭ちょっとその辺のお話しすると、関西クラクラクラブの運営メンバーにこちらのね、K さん、この方ですねのサブアカウントを置いてもらっています。で、運営そのものだったり、界隈のそういう大会の情報、流行戦術等々ね、いろいろ、アドバイスもらったりしてるんですけども、そんな縁もあって、ぜひね、この TH コンプリータさんのアタックも私のチャンネルで、取り上げられないかという話を頂戴しまして、もう非常にね、これ嬉しい話なんで、OK ぜひねさせていただきたいということで、こういう形に至ったというところになります。なんでね、私移籍したわけではないんですけども、関西クラクラクラブと、並行して、TH コンプリータさんのねアタックもこれから、ご紹介していきたいというふうに思います。非常にね、こちら強いクランなので、皆さんの参考になるアタックね、たくさん出てくると思いますし、本日一発目になりますけども、これね、かなり見応えのあるアタックになるので、ちょっとぜひね見てほしいんですが、この村めちゃくちゃ弱いのはちょっと気にしないでもらいたいと思います。あくまでね、撮影用のアカウントを置いているということでご理解ください。さて、今ねリーグ戦の最中になってるんですけども、ですね、ご紹介したいアタックが、茜式からのドラゴンラッシュってやつですね。で、今回ね3つのリプレイをご紹介させてあげたいと思うんですが、まず1発目、こちら見てもらいたいと思います。編成的には、突撃艦に、黒の呪文持ってってますね。こんな形で。で、黒の呪文プラスレイジを使っていって、相手のね、ここなんですよ。ここを狙っていくんですね。イーグル砲だったり、アーチャークイーンだったり、防衛軍のいる区画。特に狙っていくのは、これですね。やっぱり、イーグル砲、こいつをしっかり処理できるような、形で茜式を打っていけるかどうか。これがね、この戦術を使うかどうかの、大きな判断の分かれ目になるというふうに思います。で、当然ながらドラゴンラッシュをやっていくので、ヒーローたちをどう使うかっていうのが結構ね、重要なポイントになってくるんですけど、ヒーローはあくまでドラゴンのルート作り をやらせるということになります。なので今回は、パワキンとアーチャークイーンで、この辺までこう削っていく形ですね。で、さらに、突撃艦からのバルーンとライドラ、これをクローンとレイジで一気に加速させて、このイーグル砲をガツンと狙っていくんですね。これがね、狙えるような格好の、陣だと、かなり、この、戦術刺さるんじゃないかなっていうふうに思います。で、残ったですね、このような形になってくるんですけども、ルートのドラゴンを回していくっていう形ですね。で、残ったヒーロー、これロイヤルチャンピオンがいますけども、こいつに関しては、ドラゴンたちのルートをやっぱりこれもサポートをしていくんですね。ここの区画、この区画をロイヤルチャンピオンで削ることによって、ドラゴンのルートが、こっちにこうね、まっすぐこう、走るような格好が作れます。これを、することによって、ドラゴンたちのそのばらけっていうのを抑制していくんですね。見てもらうとわかりますが、ロイヤルチャンピオンがしっかりとね、6時間はこうカットしてくれてるおかげで、ドラゴンたちが中心部にこう集まっていきますよね。で、ヒールの呪文、1個落として、傷ついた体力を回復させて、ドラゴンの数をね、保ちながら、その数、残ったドラゴンにレイジをかけることによって、こうね、一気に破壊を加速させていくというような格好ですね。対空砲はなるべくこの戦術の場合処理できた方がいいので、ヒーローパート、アチャクイとバーバリアンキングのここですね。と、あとロイヤルチャンピオンのこのパートで、ちゃんと対空砲を1個ずつね、こう処理していく。で、残った対空砲だったり、シングル IT にはしっかりこれフリーズをね、こう使っていきましたね。そんな形でドラゴンの、天敵となる施設を完封しながら、攻めていくと、いうのがこのスタイルになります。でですね、非常に重要なポイントとしては、イーグル砲を、序盤の茜式パートで壊せるかどうかってことなんですね。茜式ご存知ない方は、私のですね、突破兵器の使い方特集の動画、ご覧いただくかないしは、簡単に今言ってしまうと、突撃艦の中に、ライトラとバルーンをこう入れていって、で、それをこのクローンの呪文、あとはレイジで一気に増やしながら加速して、破裂させた周囲をガツンとこう削っていく、そういうね、やり方のことを茜式と、俗に呼んでいますね。で、これによって、周辺破壊にそのイーグル砲を巻き込みながら、
ドラゴンのルートを確保していく、こういうね使い方でこれは取っていくっていう、まあ、戦術になります。すごいねあっさり取ってるように見えますよね。なんですけども、まあ、このアタックね、その皆さんのこう攻めを見せてもらうと、ポテト男爵さんがねめちゃくちゃなんか匠の技を見せてくれるんですね。で、これから2本、ポテト男爵さんのアタックになってくるんですけども、まあ、今回も同じですね。ここにイーグル砲があるので、これに関してはこの突撃艦と、クローンレイジを使って一気に追っていく、まあ、この周辺を全部こう破壊していくという感じになりますね。でさらにアーチャークイーンを使って今こう対空砲1本折っていきましたね。これ非常にあの効果的な方法です。あのアーチャークイーンで対空砲が届くような配置が非常にね、今回は全部そうですよね、こういう風に多いので、アーチャークイーンで1本対空砲を折っていきながら、これですね、ライドラプラス、バルーンをレイジクローンで一気に加速増やしながらイーグル砲を壊していくという格好を作ります。でそうすると今回もそうなんですけども、まあ、ざっくりこんなような、まあ、L 字配置が作れるんですね。こんなので、今ね、上からバーバリアンキングが出てきましたけども、バーバリアンキングがここの部分をこうカットしてくれることによって、あ、ちょっと見にくいですね、ごめんなさい。こういう今 L 字になってましたけども、ババキンがこのサイドをこうカットしてくれることによって、ドラゴンの進むルートが非常にまあこう狭くなりますよね。ここドラゴンがこう走っていけると、まあ、いう格好になるので、まあ、こういう風にね、序盤のパートでしっかりこうね、ドラゴンたちのルートをこう作るような削りを入れていく、このとこですよね。で、その中に対空砲と、あとはまあ、イーグル砲、まあ、これを確実に巻き込んでいくということができてくると、まあ、この攻めのね、成功度が格段に上がると思います。というか、あの今のようなね、なんていうのかな、施設を壊せないような配置、まあ、要はイーグル砲だったりを壊しながら、赤錦を展開できないような配置に対しては、この攻めあんまり通用しないんじゃないかなって、まあ、個人的には思います。なんでかっていうと、まあ、ドラゴンってご存知の通り、これ、足遅いんですよね、かなり。で、対空砲とかシングル IT とかがまあ天敵になってくることからも分かるように、あの強力なダメージをね、与えてくる施設ってやっぱ弱いんですよ。あの体力いっぱいあるんで、まあ、アーチャー塔にポコポコ撃たれるぐらいはまあ大したことないんですけど、ウィザードの塔とかね、あのマルチ IT とかだけど、シングル IT だったり、あとは対空砲、まあ、イーグル砲にはすごく、ダメージ食ってしまう、まあ、そういうね足の呪いユニットなんで、まあ、こいつらが進軍する間にイーグル砲が、まあ、活躍し、しすぎてくれる、どん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 ねイーグル砲が打ち続けてくるような、場面を作るのはまあ得策ではないんですよね。なんでこのドラゴンの足の遅さっていうのを、なんていうのかな、そのディスアドバンテージを、しっかり、回避できるような、序盤の入り方、まあ、つまり赤錦式でイーグル砲を壊す、これができるかどうかっていうのが、まあ、今後ねタウンホール13においてはドラゴンを使えるかどうかの、まあ、大きな分かれ目になってくるんじゃないのかなと、まあ、いうふうにね今回の、TH コンプリーターさんの攻めを見ていて、まあ、私すごく個人的には感じたところですね。はい。で、最後見てもらいたいと思います。これもねポテト男爵さんなんですね。かなりね序盤の入りがうまいんですよね。でここに関しても、まあ、この辺りっていうのをしっかりとバルーンで削っていくんですね。でさらにアーチャークイーンをこう展開していきながら、ここに関しては赤錦と、まあ、いう感じですね。しっかりヘイストかけて、大砲だったりアーチャーと少し奥まで削りを入れてます。で、アイスゴーレムからのアーチャークイーンですね。これはもうアーチャークイーンが反れないようにこうしっかりカットしていきながら、アイスゴーレムを使ってアーチャークイーンの延命を図るというところですね。でアーチャークイーンがしっかり破壊を、促進してくれることによって、ドラゴンの通るルートっていうのがね、きっちり確保できるようになります。でさらにここ、パッチ G 面っていうのかな、ここですね、ここから、突撃艦を入れていって、で赤錦をここで破裂させるという格好ですね。ちょっとアーチャークイーンがこうついてしまったので、赤錦の破裂が少し早まったんですが、バルーンたちがね、問題なくこうイーグル砲に向かってくれるおかげで、しっかりここはケアできるという格好になりますね。で、ライトニングドラゴン、これもしっかりチェーンを入れて、後のドラゴンパートのルートを作るという形になります。まあ、こうなってくると、バーバリアンキングで同じようにね、ここをカットしていくと。で、行きながらドラゴンのルートっていうのは、まあ、こんな風な格好で、描けますよね。そこにドラゴンたちがこうきっちり集まっていく。で、このダミーガメがここにあるので、
結構これもいいんですよね。ドラゴンのルートをなおさらこう狭めてくれますから、ここをドラゴン通っていく、まあ、そんなような絵がね、描けるような格好になります。まあ、ここで、この攻めの、ね、特徴をまとめていくと、序盤の赤錦式パートでしっかりイーグル砲が折れる、まあ、あの防衛援軍とか、ね、アーチャークイーンは、まあ、巻き込めたら巻き込んだ方が当然いいんですけど、まあ、最悪巻き込めなくても、ね、これドラゴンなんで、まあ、そんなに致命傷にはならないですね。今回もこれラバーハウンドがこう生きちゃってますけど、これをこう破裂させてだいぶねドラゴンが散らかりながらも、やっぱイーグル砲がないので、起動するまあ防衛施設の数がまあ知れてますよね。まあ、そのおかげもあって最後まで伸びるという格好ですね。まあ、ロイヤルチャンピオンもいい仕事してるっていうのもありますけどね、ここね。ということで、まあ、序盤の赤錦式パートがしっかりとイーグル砲を壊せること。で、バーバリアンキングないしはアーチャークイーン、およびまあその両方を使って、ドラゴンのルートを作れること。今回のね、配置のようにこうダミー壁があるなんていうのがすごくね、まあ、ドラゴンに向いてるかもしれないですね。こうなって見えてくるんで、ここさえ壊すことができれば、あとはドラゴンのルートがこう見えますよね。で、イーグル砲に関しては、ここは、赤錦式で、壊していくという形ですね。で、しっかりとドラゴンのルートを作りながら、イーグル砲を壊していって、なるべく狭い区画をドラゴンが通るようにするというね、形を作っていく。まあ、これが、この攻めを成功させるポイントであり、逆にこの絵が描けるんであれば、この、赤錦式からのドラゴンラッシュ、めちゃくちゃね、使いどころ多いなっていうふうに思うので、ぜひね、試してみていただければというふうに思います。はい、というところでね、本日、TH コンプリーターさんからの1本目の動画お送りいたしました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブ、そして、TH コンプリーターさんにもね、遊びに行ってもらえたら皆さん嬉しいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、では本日はこのあたりで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。